えーと今回の19回「勘定組頭渋沢篤太夫」っていうね、まあ、タイトルからしてなんかちょっと難しそうだったんですけれどもいろいろ難しい問題見てて分かりにくいようなところがあったと思うんですけどどうですかはい。はい、兵庫開港問題。あれって何なんですか兵庫の港をなんか開く開かないとかって言って揉めてるあのシーンねじゃあ兵庫開港問題についてまずちょっとね解説したいと思います。 今回の話っていうのは慶応元年ぐらいの話なんですけどちょっと遡って安政5年。 1858年に幕府っていうのは初めてアメリカと中高通商条約っていうね貿易をするっていう条約を結んでその同じ年にイギリスやフランスやオランダやロシアなんかとも通商条約っていうのを結んだんですよね。これがね何度も言っている安政五カ国条約って呼ばれるものなんですね。その時にその条約では横浜と長崎以外にも 新潟とか兵庫今問題になってるね兵庫とかをその港開港開いてさらには江戸と大阪も開始するつまりマーケットをね っっててそここで貿易するっていうことが述べられてたんですよねところが桜田門外の変で条約を結んだ責任者である飯大郎が殺されたりとかアメリカ講師の通訳であるヒュースケン君が殺されたりとかイギリスの講師館だった東禅寺っていうところが襲われたりとか開国に反対する攘夷派のね連中の運動がどんどん激しくなっていったもんだから幕府の方でもねこりゃ港開いて貿易なんてやってたら無理だぞと 思ったもんで文久2年。 1862年にヨーロッパへ慶應使節団っていうのを送ってなんとか開港は待ってくださいっていうね、まあ、お願いに行きましてですね5年間開校兵庫ととかの開校を延期しててもらうっていうっっいことになったんですよでもそのせいでね関税の大幅引き下げとかいうのを飲まなきゃならなくなったりしてよくほら日米修好通商条約は不平等条約だ幕府がバカだったんだみたいなことを言われてね歴史のね授業なんかでもねすぐ幕府が不平等条約 結んだから明治政府はね大変だったんですよとかって習うけどあれ違うの上位派つまり後にね明治政府を作るそういった連中が上位運動やりすぎたから不平等になったのこれは強く言いたい常に言いたい <laughs> 最初に岩瀬とか井上が苦労して通称条約を結んだ時は関税とかは割と妥当なものだったんです全部上位派が悪いのすいません ちょっと感情的になってしまいましたんで話を元に戻すと文久兼王使節団の努力によって横浜と長崎はもう開港しちゃったけど兵庫の開港とか大阪と江戸の開始ねマーケットを作って貿易するっていうことはまああと5年待ってもらって1868年にそういうふうにしますよって 延長することがま決まってたんですよ。本当だったらね、1868年の1月1日から兵庫を開港するっていう約束だから、今回のドラマの時期、つまり慶応元年の1865年時点ではまだ3年先の話のはずだったんですよ。ところがこの前の年ね、1864年にイギリス、アメリカ、フランス、オランダの4カ国の連合艦隊が長州を攻めるっていう事件が起ったんですよね。攻撃するっていう事件。 これっていうのは1863年の5月に、長州が下関をこう通る外国船に上位じゃーって言って、もうバン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 大砲ぶっ放して攻撃したもんで、それに起こった外国が報復で攻撃したっていう事件なんですね。これ下関戦争なんていうふうにも言われるんですけれども、当然外国の4カ国連合軍が勝って、長州に賠償金を払えっていうふうにまあ命じるわけなんですよね。ところがよ、長州はいよいよ、 自分たちが5月の10日にそうやって上位したのは天皇の勅命であり、幕府が5月10日に上位しますって言って、OK して、幕府が約束したから自分たちはやったことなんだから、自分たちには責任ありません。賠償だったら幕府に言ってください、なんてことを言い出したわけですよ。驚いたのは幕府ですよね。勝手 に自分らで戦争を吹っかけて勝手に負けて、その間ね、幕府は実は戦争にならないようにって一生懸命外国とか長州のね、両方に働きかけて結構努力してたんですよ。なのにね、それを聞かずに京都に攻め込んで禁門の変は起こすわ。勝手にね、外国と戦争するわ。そんな無茶苦茶なことやったのはどこのドイツでやっていうような気持ちですよね。そんな言い訳は外国相手には通用しないんで、賠償金の300万ドル。すごいお金ですよ。どうしよう。 ということになったわけなんです。300万ドルって言ったら、当時の小判でね換算するの230万両ぐらいですかね。すごいお金ですよ。だいたい幕府のね当時の歳入の半分ぐらいに当たるんですよね。例えば日本の令和元年の歳入がだいたい100兆円って言われてるんで、今だ言うと50兆円を歳入の半分を賠償金に戦争の賠償金に払わなきゃならないっていう計算になるわけですよ。おまけに幕府は文久三年の1863年に生ぬ。 生麦事件しかも薩摩が起こした生麦事件の賠償金の10万ポンドっていうのを支払ったばっかりで財政逼迫してるんですよねだからそんなお金ちょっと払えませんからなんとか分割でお願いしますって言って100万ドルだけ払っっっってててててあとはもう少し待ってしし待ほいい言って外国の方にお願いしてたんですよねするとイギリス公使のパークスこの頃ねオールコックからパークスに変わったばっかりで本当だったら最初はねアメリカがね日本との交渉では一番ね 強かったんだけどこの時アメリカってね南北戦争しててねちょっと日本にかまってる余裕がなかったんですよねなのでこの時の日本の交渉の中心になってたのがイギリスとフランスだったんですけど中でもこのね新しくイギリス行使になってやってきたパークスっていうのがかなり強硬な人物だったんですよねそのパークスが残りの賠償金を払えないんなら兵庫の開港を早めてくれないかな その代わり賠償金は今回払ってもらった100万ドルに負けてあげるよって言ってきたわけなんですよ。財政逼迫してる幕府としてはまあありがたい申し出なんですけどもでも、孔明天皇は大反対するわけですよ。だって考えてみてくださいよ。京都から遠いね、横浜の開港ですらまだ許しを得てないんですよ。一直だ。直居もらってないわけですよ。それなのに京都からすぐ近くの兵庫の開港なんてまあありえないわけですよね、孔明天皇からしたらね。 だから当然反対だダメだっていうわけですよ。で幕府がちょっ。 ちょっ直居もらうの難しいですね、みたいなことを言ったら、パークスが、あ、じゃあ今度は私が直接天皇に会って、その直居とかいうものをもらいましょうって言って、軍艦引いて大阪に向かってきちゃったわけですよね。ドラマでも出てましたよね。このこういうね、ひげもじゃのパークスがアーネスト里に7年か、そろそろやってもよかろう、みたいなね。そういうこと言ってましたよね。俺がもう天皇に会って、直接直居もらいますとか言っても、大阪湾まで行っちゃうわけなんですよね。ちょうどこの時、将軍の家持ちっていうのは、 討伐っていうのがあって大阪城にいたっていうのもあるんですけども大阪城にいた幕府としてはもう大慌ててんやわんやんですよで。 あの大阪城のドラマのシーンになるわけなんですよ老中たちとかがね、直居なんかもらわずに開校しちゃえとか言ったらいえいえそれはダメですって言って吉野部君が乗り込んでくるとかっていう,ああいう場面になるわけなんですよね、うん、そういうことだったのねそうなんですお分かりいただけたでしょうかなんであんな焦ってるんだろうとかよくわからないなと思いながら見てました焦ってる理由が他にもあってそのパラクスっていうのは軍艦に乗ってきてるもんですから、うんうん、もし天皇が直居を出さないんだったら 私砲弾の雨を降らせましょうつまり大阪や京都にバンバン攻め込んで武力行使も辞さないとかって言ったんですよだから幕府のあの老女たちたら大あらわなわけですよ。こんんなななね天皇の近くでで戦争なんかできるわけない、うん、おまけに幕府にしたらね大した軍艦もないから外国に勝てるとは思ってないでなんとかしなきゃっていうんで家持ちにしろ慶喜君にしろあんなに必死になってたわけなんです。あとんがが走り回ってたような気すするんですけどいろんな <laughs> ところににあれは何なんかか京都に行っっったたたりり馬乗ねね今回忙しかったですよ、ね、<laughs> まずちょっとね、パークスが要求したことっていうのを言うと、三つあるんですけど、一つは安政のね、通商条約の直径を出せっていうことと、もう一つが兵庫とね、開港して大阪開始しろっていうね、そういうことと、三つ目が関税引き下げしろっていうね、うん、そういうことだったんですけど、それをすぐ返事しろ、しないと攻撃するぞみたいなことを言ってきて、慌てた家持くんの方が、まず京都にいる吉信君に S、SO を送るんですよすぐ来てパ、うん、ークスがむちゃくちゃ言ってるのを助けて <laughs> ヘルプっていうのを言って慶喜くんが慶喜てて、ね、くんが大阪城に来てみると老中たちの間では直居もらわわずにに兵庫を開しちちゃゃおうって話になっちゃってて話なたわけですよ、うん、だから慶喜くんが、うん、何をバカなことを言ってるんだ直帰は絶対必要だって言って時き伏せるっていうねドラマのああいうシーンになるんですけれどもところがですね史実ではあのあと直帰を出してもらうためには将軍である家元 がが直接天皇にに会いに行って説明するのが一番だから自分がまずね先駆けてその話をしときますから明日家持様が来てください京都に来て天皇に会ってくださいっていう風に話をして家持君も分かったって納得してもらったんでそこでよかったってことで慶喜君はまた準備のために京都に戻るんですよね。ところが慶喜君がいなくなった後幕閣連中がまた「やっぱ!」 直居なしの,の,の開口でいいんじゃねとかいう意見が主流になっちゃったわけですよ。そんなのを聞いたら、朝廷は、なんか家持ち来るとか言ってたのに、また勝手に開口するとか言って、なんじゃとか言って、怒っちゃって、そんなことを主張している老中を罷免しろっていうふうに命じたんですよね。これって、朝廷が幕府の人事に介入するっていうことで、とんでもない越権行為なわけですよね。幕府からしたら、言ったら内部人事に全然関係ない朝廷が命令してくる。 っっていいう,、うん、うと考えられなを無視したバカにしたたたに行為だったんですよねそれだけ当時の朝廷の力が強くなったってことでもあるんですけども古い、ね、老中連中の考え方からすると何でバカにされてこんなことで黙ってられるかって言ってなんか急にまた朝廷への反発が噴き出しちゃって京都にいる慶喜がそれを朝廷にそそのかしたんだっていう噂がブワーって広まって。 本当にもういつも言うけど気のんなうなんでうわーってなっちゃったのでその噂の信じちゃった家持くんも慶喜が「そこまでするんなら勝手にすればいい」って言って自分は将軍を辞める辞職する。うん あとは一橋殿に任せるって言って江戸へ帰ろうとしたって。今ドラマの例のシーンになるわけなんですよ。慶喜くんからしたらまたもう濡れ衣なんですけども、そうは言っていられないんで。まあ,あのドラマのシーンですよ。かっこよく馬でね。パッパ,ッパってね。あの家持ちの後追っかけて行って思いとまってくださいって言ってね。将軍はあなた様でないとダメなんですって泣かせるシーンでしたけどもね。ただ史実ではここで慶喜君が将軍を辞職するって言ったのも江戸に帰るんだとかって。言った の全部フェイク嘘で、実は問題を慶喜一人に解決させようっていう芝居だった。それがわかるっていうねこと <laughs> になるでしょ。ほんとひどい話なんですけどね。ひどいでも慶喜くんにしてもいくらね。そういうことだって分かっても今事態は切迫してるから怒っても仕方ないので、家持君に自分が命に代えても直業の件は何とかしますから。とにかく今日へ戻ってくださいって言ってまあ、戻ってもらうんですよね。 今日に戻ったたシ君がドラマででもあった名シーンですよ直居なんか出せませんな」とかってぐちぐち言う公家さんたちに「ここまで行ってもお許しいただけないなら自分はここで腹を切ります」説します「私の命は惜しくありませんが私が死ねば家臣があなた方に何をするか責任は持てませんよ」って脅しをかけたわけですよ。 かっこよかったね。あれはもう史実通りなんでございます。ドラマでもありましたけども、天皇がまあそれを聞いて、外国のことは吉野の言うことを信じようって言ってね、一橋の願い通りにせよっていうまあ新刊っていう天皇直筆のお手紙みたいなもんですけどね、それをこう過失したわけなんですよね。まあね、幕府がハリスと修好通商条約を結んでから7年ですよ。ようやく直去、天皇のお許しが得られたわけ。 長かったね長かったでもね思い出してください義信君って文久2年に天皇から江戸へ直視っていうのが初めて来た時に「上位なんか無理だ」「もう上位なんかできるわけがない」だから自分が京都へ行って「天皇を説得して開国させてみせます」って言ってたじゃないですかようやくですよようやく有言実行本当に天皇を説得して開国を納得させちゃったわけなんです偉い慶喜 幕府から散々妨害されながらね。もうなんかよく頑張ったと思います。 ただねそれでも孔明天皇は兵庫の開港はあまり京都から近いからダメって言っても釘は刺して兵庫開港は認めてくれなかったんですけどでもね外国とまあ開国は OK って言われたんでこれからね外国との交渉っていうのは随分楽になるんですよね。あとあの幕府がこれからいろんな軍政改革とかって外国の力を借りてね改革していく時なんかも外国の援助を受けやすくなるっていうねまあそういうメリットなんかもあったんですけどね。しかもね朝廷で説得してたすごくいいシーンだったけれどもドラマではすごく短くて一 一だったんですけど、史実の本当の吉野部くんの方は一晩説得し続けてるんですよ。さすがに途中でも無理かなとかってね思ったのを小笠原とかにね、いや頑張ってくださいとか言ってね、けしかけられて必死になって、ギリギリの交渉、命がけで直球をもぎ取ったっていうのが本当のところなんですよね。だからね、あのドラマでもすごく迫力のあるシーンになってたと思います。 あとね家持君がね将軍辞めますっていうねあの辞職願いを朝廷に出したのも実はこの勅許を後押ししてはいたんです。公明天皇っていうのは昔安政の五カ国条約の時に外国と条約結んだ時にじゃあ自分は天皇を辞めるって言ってる人なんですよ。自分のね願いが通らないなら俺は天皇を辞めるってそれぐらいなんかね切羽詰まって言う言葉だっていうのもよく分かってる人なので将軍の家持も。 そこまで切羽詰まって困ってるんだなっていうのがやっぱり身に染みてわかったのでじゃあ少しは譲歩してあげようっていう気にねなったんだと思うんですよねなので家持君の辞職願いっていうのも全く無駄っていうわけではなかったんですね、はい、僕も必死になったし孔明、はい、天皇もそこまで家持がね考えてるんならって言ってちょっとね優しくなったっていうのは大きかった あと、あの栄一さんが最後の方に作ってた紙切れ、お札みたいなもの。ちょっと面白かったんですけど、あそこを聞きたいなと思って。反札ね、札を作るみたいなこと言ってましたよ、ねうん、ここまでね、すごく緊迫したシーンが連続で続いて、<laughs> ね、すごく一気におね、こう、 止めながら見てて、あのシーンでね、なんか、ケイキ君がね、ようやくね、主人公の徳太夫が登場したら、なんかほのぼのような感じになるね、何 <laughs> な,なんでしょうね。なんか、この大河では主人公登場すると、ほのぼの息抜きシーンになる <laughs> いいのかね、それでねそれれでではさておき、ねあ,のお札ですよね、あれは何なのかっていうことなんですけども、うん、江戸時代のお金って思い浮かべるのをね多分小判とかをね、うん、思い浮かべる人が多いと思うんですけども実は江戸時代って全国で統一した貨幣っていうのはないんです。 特にね、西では主に銀が貨幣として流通してて、で、東のね、江戸とかでは金が流通してたんですね。うん、特に西の方なんかでは、豆板銀とかね、小粒とかも言うんだけども、こんなちっちゃいね、銀の塊なんですよ。あるいはこう、長銀って言って、もうちょっとこう細長いね、大きな銀の塊とかを、まあ、お金としてね、流通してたんだけれども、これってね、1個いくらとか言うんじゃないんですよ。重さなの。そうすると、重さ測って、これだといくらぐらいですな、みたいな、<laughs> そんな感じで。 で使ってたんですよ。結構面倒くさい代物だったんですよね。銀とかそう金とかって庶民は使わないから、まあ庶民は銭しか使わないから関係ないんですけど、ただちょっと大きな商売するってなるとこういうね銀を両替したり持ち運んだりっていうのでかなりな手間だったわけですよね。だからエイがこの反射ね札を作りたいって言ったわけなんですよね。反射っていうものはそれぞれの藩が独自に発行した紙のお金、今でいう紙幣と同じものっていう。 ううにまあ考えててももらっていいと思うんですけども今のお金と違うのはどこでも使えるわけではなくてその発行した藩の中だけでしか使えないっていうのがまあ一つ。その藩札もって他の藩へ行ったらただの紙くずなんですよ。<laughs> ただの紙ですよ。紙切れですよ。<laughs> そういう代物だったんです。その上、藩札っていうのはまあ一も言ってましたけども英一、うん、は持ち運びが便利なように発行しようっていうふうに言ってたんですけども他の藩で出している藩札っていうのはどこも財政が厳しいんで実際に 実際のお金を払えなないいから半札で済ませるみたいなそういう使い方をしてたんですよ。今の言葉で言うと、不渡り手形に近いような代物なんです。手形って会社とかがいついつまでにお金に買えます、支払いますっていうお金の代わりに渡す紙の証書みたいなもんじゃないですか。だからね、お金と交換できるっていう点では紙幣とまあ基本的には同じ値打ちのものなんだけれども、ただまあお金に換えるのに期限がついてるよっていうのが手形ですよね。うん、ところが不渡り手形っていうのは、その 期限がが来ててもお金には変わらないっていいっうううね、ね。そういうのが不当たり手形ですよ、ね、だから、反殺の場合ね、は、まあ、ゼロになるっていうことはないけど、大体いいどこの反でも3分の1ぐらいにしかならなかったらしいです。交換ね、比率がひどくて。ひどいとこだと、反殺1束持ってって、豆腐1個分ぐらいの価値しかないっていうとこもあったそうです。 だから、みんなドキドキしながら交換しに行ってたんだ。栄一が偉いところは、こういう風うな反殺ね。つまり、紙切れが銀や金のお金と同等の扱いを受けるためには、信用が大事だっていうことが分かってたっていうところですよね。うん、ここはさすがにね、後に日本資本主義の父になるだけのことはありますよね。紙切れがいつでも銀に変わる。 必ず変えてもらえるっていう信用があって初めて紙はお金と同じになるっていうことが分かっていたからそれを実行に移したわけこれってでも今でも言えることで今の紙幣って金本位制じゃなくて管理通貨制度なんでほとんんど信用だけでで成り立ってるんですよ今は日本政府が金をね備蓄しててねいつかお金と金を交換しますとかじゃなくて本当に紙切れなんですただのただの絵描いた紙なんですよ一換 でできるるるるっってててていう信用があるからお金としし流通してる成り立ってるんですよねだから今の日万円札だって日本経済とかに全く信用がなくなったらあっという間に神になっちゃうんですけどね。なるほどだ結構紙幣っていいうののは恐ろしいものではあるんですけどもねでもその紙幣を栄一は信用が基本だっていうのを見抜いてちゃんときちんと銀と交換することによって流通させて一つ橋領の中でだけでもね変えてもらえるみんなが使ってもらえるものにしたっていうその手腕は実はすごいことなんです。 なるほどやるな H 主人公だからね。そ <laughs> うですよ。<laughs> あれ結構ねなんかこう三つに分けてとか偽札にならないようにじゃないけどっていう工夫が。 シンプルなことだけど、めちゃくちゃ面白かった。だって、ただの紙だから、いくらでも作ろうと思えばね、うん、真似して作ろうと思ったら作るから、うん、だから今の日本の偽札防止と同じですよね。やっぱり常に紙のお金には偽札防止っていうのが付きまとうっていうのね。うん、あと信用が付きまとうっていうのね。シーンとしても面白かったですよね。こうやって見てるのもね、吉野君くんがね、いや、話は聞いておらんかったっ。お <laughs> 顔を見て、なんかおかしれいと思って、ほのぼのしておったみたいなね、そんなこと言うとね、ほっとするというかね、笑えるシーンですよね。よかった、そ 最後家持くん倒れたけど大丈夫なんですかえー、来週はいよいよ14代将軍家持が亡くなると思いますそしていよいよ慶喜くんが将軍になると思いますただことはそう簡単にはすんなりとは進まないんですねそして栄一はやる気をなくしますそれは何か,か <laughs> <laughs> 次回のお楽しみということで。 前回の天狗党の問題と、それから今回の兵庫の開港直去問題の間に、幕府の2回にわたる長州討伐っていうのと、殺鳥同盟っていう大事件がね、実はあったんですね、あの裏に。ただね、今回のドラマでもね、なんか長州がミニエージューだと、とかって言ってね、なんか武力が違う、なんか武器が違うのか、とかって家持君がなんか言ってるシーンとかあったと思うんですけども、この解説はちょっと長くなるので、次回一緒にさせていただきたいと思います。 チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ツイッターもやってますので、フォローよろしくお願いします。